済総合センターさんにやってきました。紹介しよう。ここは遺跡の発掘調査などを行っているところ、略して埋文センターである。それでは早速行ってみましょう。ゴーゴー。ここは徳島県立埋蔵文化財総合センター、かっこ歴史る徳島。歴史を感じることのできる貴重な場所。詳しくは概要欄のリンクにて。ここには発掘調査で徳島の土の中から掘り出されたものがあります。まだ文字のなかった古い時代から積み重ねられた知恵、技術、工夫、交流、祈り、思いが込められています。古代の人々がいっぱい生きた証です。ではこんな素敵な衣装も着れます。古代の人々が住んでいた竪穴式住居、たくさんの土器が展示されていました。土器は時代によって全然違います。知らなかった、知らなかった、知らなかった。徳島県最大級集落から掘り出された銅鐸の発掘状態が再現されています。道具の変化一目瞭然です。みなきの住んでいる徳島県は日本でも有数の埋蔵文化財が多い県。なんと国内で唯一水銀種が掘り出された。続きはまた次回。今回のまとめ。歴史る徳島は徳島県板野郡板野町にある。旧石器時代から江戸時代まで徳島県の遺跡や土器など解説付きで学ぶことができます。勾玉作りや火起こしなど古代体験もできちゃいます。こんな素敵な場所があっただなんて、